ヒットマンチームのメンバーは9人、ホルマジオはそのうちの1人である。なんだペッシー、お前またミルク飲んでんのかよ。けどよ、エスプレッソってなんか飲んだら胃がゲーってなるんだよ。ペッシー、だからおめえはマンモーニだってんだ。連れがミルク飲んでるってだけで格好つかねえんじゃねえかって考えがよぎらねえんだからな。何のためにこのビジネスに同行させてると思ってんだ。そういうとこから直していけ。でホルマジオ、仕込みはどうなんだ。うわっ、ベッシー、それおめえにやるよ。プレゼントだ。問題なさそうだな。ああ、もう仕事は終わったようなもんだ。あとは見届けるだけだ。とっとと帰ってサッカーでも見ようぜ。守備はパーフェクトだ。無事ヤッコさんは跡形もなくなったぜ。ついでに連れの女も死んじまったかな。おめえのくだらねえスタンド能力にぴったりな仕事だったな。言ってろ、文句があるならてめえでやれよ。メローネよ、この山いくらだったよ。2000万リラだな。安いな。おいギアッチョ、落ち着け。金の話は後だ。それよりもっとソルベとジェラートか。揃ってサボりか。どこかにしけ込んでんじゃねえか。あいつらできてんだろ。てめえこそくだらねえよ。いや確かに妙だ。ジェラートはともかく、ソルベは金にがめつい。分け前の話の時に今まで来なかったことはなかった。